そういえばあれですね地震がね大阪ありましたけどね大変でしたね大変だったと思います皆さんね本当にいろいろ僕ねちょうどあの日大阪にいたんですねでちょうどあの本当に地震を体感しましてものすごい揺れでねちょうどいたんですよねただね非常になんか歪びさを感じてしまって非常に僕はあの梅田のホテルにいたもんですからあのものすごく揺れがすごかったんですけれどもその いびつっていうのが非常に。その建物自体はすごく守られてて、免震棚をすごくしっかりしてるんで全く変わらないんですね。ただ、インフラがすべてダメになってしまって、そこの何だろうな。いびつさというか、ここまで守られてるのに、あのインフラが動かないから全くこう機能してない。そうだ それとやっぱり都心以外の,その,ねあの住宅街とかではやっぱりこう被害がこう出てしまっているというところが何とも言えず複雑な気持ちになったんですけどね、うん、でも皆さんが本当にでもその中でもう一生懸命こう対応しようとしている気持ちだとか何とかにこうそ,のその場で日常を送ろうとしている努力をしているところがね僕はもうやっぱり。 すごいなと思いましたのでまだまだねあの余震とかあるかもしれませんし、うん、あのまだまだ復興には多少時間がかかると思いますけれども皆さん本当に一緒に頑張りましょうね。